はい、こんにちは、116インズです。さあ、シーズンも残り50試合を蹴りまして、プレーオフ争いも白熱する時期となってきましたが、今回は昨年のオフ大型契約を結んだ野手たちが新天地での1年目どんなシーズンを送っているかを見ていきたいなと思っています。昨年のオフはもうずいぶん昔にも感じますが、12月に結果的には3ヶ月以上にも及ぶ長いロックアウトを挟んだ関係で、その前後の FA 市場は近年稀に見るくらい非常に活発でしたよね。大型契約も結構出て、実に8人の野手が総額1億ドル以上の契約を結ぶ、まあスター選手にはなかなか好景気な冬でしたが、それだけ迎え入れるチーム側もその選手に活躍を期待して大金を出したわけです。当然1年目からバリバリ活躍していると思いたいところですが、意外にも今年はまだ苦しんでいる選手も多い印象ですので、1億ドル以上の契約を結んだ野手8人の今季ここまでを今回は見ていきましょう。はい、まず1人目はフィリーズと5年総額1億ドルの契約を結んだニック・カスティアノス。カスティアノスは昨年レッズで自慢のバッティングが返ってきた結果、レッズとの4年契約を途中でオプトアウトし、再び FA 市場に出まして、結果より良い契約をもらうことができました。フィリーズは同じタイミングでカイル・シュワーバーとも大型契約を結んで、守備なんて気にせず打ちまくろうぜと言わんばかりの超強力打線の形成に期待がかかりましたが、しかしカスティアノスまさかの大スランプ。ここまで OPS6 割8分2厘 WRC プラスも89とまさかのリーグ平均以下。打者天国グレートアメリカンボールパークを出た影響かは分かりませんが、予想以上にバッティングが上がってこないと、守備での貢献があまり見込めない選手なだけに、これはフィリーズとしても誤算だったでしょうね。今季のカスティアノスは打球に占めるライナーの割合がガクンと落ちていて、おそらくそれが全体的な打撃成績の低下にもつながっていると思われますが、フィリーズとの5年契約は1年目から不穏なスタートとなっています。2人目はツインズと3年総額1億500万ドルの契約を結んだカルロス・コレア。昨年オフの FA ナンバーワン選手との呼び声が強く、3億ドル以上の大型契約が最低でも必要と言われていただけに、ツインズが3年契約で彼を射止めたのはオフの大きなサプライズの一つでした。コレア獲得資金を作るためにツインズフロントが仕掛けたトレードは今見ても鮮やかだったと思うんですが、今季のコレアはさすがにキャリアハイとなった昨年と比べて攻守に成績は下がり気味で、さらに2度の IL 気もありはしましたが、ここまでウィンザーボールリプレイスメント 3.2 と十分な活躍を見せているんじゃないのかなと。コレアが入ったことでセンターラインが固まって、結果昨年地区最下位に終わったツインズが地区優勝争いにも絡めているわけですから、補強自体は成功だったと言えるでしょう。問題は来季もコレアがツインズに残るかという点で、彼の契約は1年目2年目終了後にオプトアウトできる設計となっていますので、コレアが再び FA 市場に挑戦するかはオフに向けての注目ポイントとなりそうです。3人目はレッドソックスと6年総額1億4000万ドルの契約を結んだトレバー・ストーリー。ストーリーはオフ最後の大型契約となったわけですが、セカンドコンバートを受け入れてボガーツがいるレッドソックスに行ったのは少し意外でしたよね。打者天国クワーズを出る影響が懸念されていたものの、クワーズほどではないにしても打者有利なフェンウェイパークなら、そこまで打撃成績下がる心配はないんじゃないかと私は楽観視していましたが、クワーズ脱出の影響出まくり。契約がロックアウト開けてから少し経ってからでしたので、調整の遅れとかも影響したとは思うんですが、今季のストーリーの攻撃面のハイライトは5月19日から26日までの7試合で21打点を挙げる大暴れを見せたくらいでしょうか。まあそこで運悪くストーリー獲得を狙っていたマリナーズがボコボコにされたんですけど、またただでさえ低調なシーズンを送っているところ追い打ちをかけるかのように、7月12日に手にデッドボールを受けて、当初は打撲の診断も後に骨折が判明。今月末くらいにもしかしたら復帰できるみたいですが、今のところあまりうまくいっていないボストン1年目のストーリーです。4人目はタイガースと6年総額1億4000万ドルの契約を結んだハビア・バイエズ。バイエズはロックアウト前にタイガースと契約結んだんですが、結果的にはストーリーと同額の契約ということで、なかなか良い選択をしたんじゃないのかなと。オフに積極的な補強を見せ、タイガース勝負期の開始を印象付けるバイエズの獲得でしたが、しかし今季のバイエズのバッティング、ここまでとはタイガースも想定していなかったでしょう。OPS6 割4分7厘 WRC プラス81。これでもシーズン序盤と比較してだいぶ成績改善した方ですからね。タイガースは今季勝負を仕掛けながらも、ありとあらゆることが全て裏目に出ているんじゃないかと思うくらい、思い通りのシーズンをここまで送ることができておらず、借金を30抱えて現在 AL 中地区最下位。フロントからすればチームのここまでの不振も想定外だったでしょうが、バイエズのスランプもまた一つ大きな誤算だったはずです。5人目はドジャースと6年総額1億6200万ドルの契約を結んだフレディ・フリーマン。誰もがブレイブス残留と思っていたフリーマンでしたが、代理人を介して古巣と少しすれ違いがあったとも言われたりと、アトランタ残留が叶わず、
そういったところでチャンスが生まれて、すでにスター軍団のチームに当然のように元 MVP のフリーマンを連れてきたドジャースですが、今季のフリーマンはフロントからすれば獲得してよかった。彼が MVP 経験者であるゆえんを存分に見せる1年を送ってますよね。OPS9 割2分2厘 WRC プラス157と、キャリア最高レベルのバッティングを今季披露していて、現状ドジャースで1番のバッターでしょう。今季のドジャースは昨年のチームの主軸だったマックス・マンシーの調子がなかなか上がっていないだけに、フリーマン獲得の効果は絶大でした。これからドジャースはワールドチャンピオンに向けた戦いが続きますが、プレイオフでのフリーマンの勝負強さは多分ドジャースが一番嫌というほど分かっているでしょうから、今度はその恩恵を受ける瞬間が来そうですかね。6人目はレンジャーズと7年総額1億7500万ドルの契約を結んだマーカス・セミエン。昨年ブルージェイズと1年契約を結んでセカンドの選手としては史上最多のシーズン46ホーマーを放ち、念願の大型契約をゲットしたセミエンですが、まさかまだ再建中の印象が強かったレンジャーズが彼に手を出すとも思いもしませんでしたし、この後出てくるコーリー・シーガー獲得も実現させて2度驚くことになりましたよね。5億ドル二遊間のセカンドセミエンはでは今季どうかと言いますと、 OPS7 割2厘 WRC プラス100と平均ジャストと攻撃面ではお世辞にも満足のいくシーズンではありません。シーズン序盤を考えたら相当持ち直したと思いますが、それでも昨年のホームラン量産を考えたらやっぱり物足りない。昨年ゴールドグラブ賞に輝いた守備がありますので、トータルではしっかりチームに貢献していて、ウィンザーウォールプレイスメント 2.8 も立派ではあるんですが、31歳からの7年契約1年目としたといった具合ですかね。7人目はロッキーズと7年総額1億8200万ドルの契約を結んだクリス・ブライアント。いざとなったらセンターにも入れる強打のサードということで、マリナーズの補強ポイントにピンズド、シアトルの恋人と勝手に思っていましたが、成就せず、ロッキーズ入りは全く読めませんでした。ロッキーズは最近の動きからして既存戦力を生かしながらのコンテンドを目指しているようで、ブライアント獲得は打線の中軸を担いつつユーティリティ性も兼ね揃えている点を買ってのことだと思っていましたが、とはいえ試合に出なければどうにもならず、今季ブライアントは3度 IL に入っていて、ここまでわずか42試合の出場のみ。今季の成績からも分かる通り打撃の状態自体は今季良かったと思うんですが、今のところ具体的な復帰の目処も立っておらず、ロッキーズもすでにプレーオフ争いから完全に脱落しているような状況ですので、無理をさせず今季はもう試合に出ない展開もありえそう。来季は万全な状態でプレーしたいところです。最後はレンジャーズと10年総額3億2500万ドル、球界に衝撃を与えた超大型契約を結んだコーリー・シーガー。セミエンの時と同様の表現になってしまいますが、再建中のレンジャーズがこの規模の契約をシーガーに与えたその衝撃たるや、2020年のポストシーズンでの活躍など実力を疑う人はいないと思いますが、1年通して健康に過ごすことに課題を抱えている選手なだけに、10年契約のリスクを懸念する声も多かったシーガーの契約ですが、レンジャーズ1年目は今のところ大きな怪我もなく、すでにキャリアハイに並ぶ26本のホームランにウィンザーボリプレイスメント 3.6、昨年と比べ全体的な打撃成績は少し落ちているみたいですが、期待通りの活躍ではあるんじゃないのかなと。また意外だったのは今季守備指標に改善が見られる点で、今季のシーガー実に5年ぶりに UZR がプラスに転じているんですよね。これは思わぬ好材料。シーガーが大きな怪我なく一定水準以上でしばらくショートを守れるようであれば、契約の価値はあると思いますし、特にレンジャーズはシーガーとセミエンにオールスターレベルの活躍が見込めるであろう、彼らの契約前半に一度コンテンドの時期を挟まないといけませんので、その展望も明るくなることでしょう。という感じで見てきましたが、まあ半分くらいはちゃんと活躍しているといった具合で、特にフリーマンの活躍はさすがの一言ですよね。お金かけすぎなんじゃないのと言われたレンジャーズの5億ドル二遊間も、まあセミエンがもう少し打っていればよかったかもしれませんが、こちらもなんだかんだ機能、チームもまだコンテンダーではないにしても100敗するような状態からも脱しています。あと気になったのはマリナーズが興味を示していた選手たちが割と苦しんでいる点。1億ドル規模の契約をもらう選手たちでも1年後、思ったように活躍できていないあたり野球選手の未来を予想する難しさも感じているところです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。